何も変わってないな。ここがね、これが20年前、2003、初めてカナダに来て、ロデオスクールを受けたガーリッツロデオです。なんかね、まだ春やったと思うんやけど、雪がまだ残ってて、雪も降ったりしてたんやね。道路ぐちゃぐちゃやし。で、こん中もぐちゃぐちゃの中、牛に追っかけられてて、大変やったな。めっちゃいいでしょ。この建物の中はね、なんかバーみたいになってて、食事もできる。明日なんか800人ぐらいなんか人が来て、ウエストショーみたいなことをやるらしいっすわ。ちょっと裏側行ってみよう。ここが周到裏ね。はい、ここがカウボーイたちが乗るところ。最近はね、なんかもう人が集まれへん、なんかブルーライダーが集まれへんから、なんかスクールとかもあんまやってなくて、ロデオマシンここにセットしてなんかショーみたいなのしてるらしいわ。寂しいね、なんか。で、こんばんは、ライブもあるそうです。今そのセットアップ中らしいわ。中とかあんま見たことないでしょ。ああ、懐かしいね。立派やな。でこれだけピンクなの。